皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんに2つの和紙テープと封筒を使ったアイデアをご紹介します。1つ目は本に使うしおりです。封筒の角を切ってこちらのしおりは作ります。開いて本の角に差し込んで使います。作り方はこれから皆さんにお見せします。2つ目のアイデアは封筒のこちらの蓋にテープを貼ってデコレーションをつけてみました。完成するとこのような感じになります。それでは早速しおりから始めたいと思います。まずは封筒を用意してください。こちらは新しい封筒ですが、いらなくなった封筒などでも作ることができます。封筒の角を使います。手紙などをもらった時の封筒でも作ることができます。使ってあるもので構いません。まずは角に斜めにこのように線を引いてください。だいたい45度くらいの角度で線を引きます。線の長さはだいたい6センチです。皆さんのお好みで長さは変えても構いません。三角形の形は皆さんのお好みで変えることもできます。両側に線を引きます。それでは今線を引いたところの内側にテープを貼っていきます。まずは線を引いたところに沿ってテープを貼ります。少しはみ出るぐらいテープを長くして貼ってください。そしてハサミで切ります。ただ長くテープを伸ばしすぎないように気をつけてください。無駄遣いになってしまいます。それではテープの色を変えて右に向かって貼っていきます。それでは角にもテープを貼ります。角は少ししかいらないので直接ハサミで切ります。その後に角に貼ります。少し長いので右側のところをハサミで切ります。向きを変えます。裏にも同じようにテープを貼っていきます。テープを貼る順番は表と同じでもいいですし、変えてもいいです。お好きなように貼っていってください。両側は重ねて貼って構いません。次は細いピンクのテープを貼りたいと思います。こちらは今貼ったテープの上に貼ります。
それではコントラストをつけるためにオレンジを貼ってみたいと思います。オレンジは一番角まで届いています。ですので先ほど切った小さな和紙テープは必要ありません。先ほどの小さなところは別の機械に使います。次にはみ出ているところをハサミで切っていきます。今両側はこのようになっています。最初の面にもピンクを貼ろうと思いましたが、あまり合わない感じがするのでやめます。代わりに黄色のテープを貼りたいと思います。星のマークがついています。こちらは皆さんのお好みでテープの上に重ねて貼ったりしてください。横に出ているところをハサミで切ります。それではこちらの角をハサミで切ります。全部で2つの面があります。少し曲がっていたのでまっすぐ切ります。これで完成です。このように開いて本の角に入れてください。どっちが表でどっちが裏にするかは皆さんのお好みで決めてください。本はこのように閉じてしおりを使ってください。こちらが一つ目のアイデアです。それでは2つ目のアイデアをお見せします。また新しい封筒を用意してください。大きい封筒を使うとよりいいようになります。特に蓋が大きいものの方がきれいな封筒を作ることができます。それでは上からテープを横に伸ばして貼っていきます。下に向かって貼っていきます。ハサミで切ります。それでは2本目のテープを貼ります。皆さんのお好みでテープの幅などを決めてください。マシテープはこのように失敗してもすぐに剥がして貼り直すことができます。このように何層ものテープを貼っていくことができます。いろいろな組み合わせがあると思います。ぜひ何回か試して一番好きなコンビネーションを見つけてみてください。今回は上から貼っていますが、横から上に向かって貼っていったりしてもいいと思います。
それでは最後のテープを選びたいと思います。こちらの青を貼りたいと思います。テープは少し長めにしてあるので、まだテーブルの上に貼ってあります。ゆっくり剥がしていきます。そして内側からはみ出ているところをハサミで切っていきます。切り終わってまっすぐにもう一度切っていきます。完成するとこのような感じになります。いかがでしたでしょうか。今回の2つのアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアなどもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄へお書きください。私たちのチャンネルでは他にもたくさんの和紙テープを使ったアイデアをご紹介しています。そちらもぜひご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。